いよいよ気をつけなければならない2024年春の土用期間ということで、この回避方法、開運できる方法をお話しさせていただきたいと思います。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、公式 LINE においては毎日できる占い、毎月の一泊さんから九死さんまでのこういった運気ですよというものを無料で見ることができたり、他にも鑑定の予約を含め様々な情報を配信させていただいております。もうすぐ最強の金運月がやってきますよという重要なね、金運情報カレンダーにまとめて公式 LINE 限定で配信する予定でございます。ぜひともまだご登録されてない方いらっしゃいましたら、概要欄の方からご登録の方よろしくお願いいたします。さあ、この春の土用期間というのは4月の終わり、そこから節入りまでの期間ということになりますので、春夏秋冬、始まりの春を終わらせて夏にするための大切な土用期間ということになります。この土用期間というのはですね、土の中で春の季節から夏の季節に変えるために土工事様が一生懸命この季節を変えてくださっている変わり目という時期に、土を触ってしまえばそのたたりが起こると昔から言われておりました。なのでもちろん土いじりや木の剪定は NG ということにはなってくるんですが、他にも開業、移転、引っ越し、リフォーム、その工事始まり、新規ごと新しいことを始めるのにもあまりふさわしくないですよと言われている期間ということになります。春夏秋冬と4つの季節の土用がありますが、その季節によって意味合い変化していきます。以前お話しさせていただいた年に4回来る土用の動画、こちらになりますので、お勉強だと思ってご覧になっていただければと思います。今回は春の土用ということになりますので、五行は木。私たちの体の中で言うと肝臓とか胆のうの部分の働きを示すものが木の作用なんですね。感情の部分だと怒り司る五行で、特に土用の季節はイライラが増してしまったり、体が疲れやすかったり、肝の機能とても弱まると言われている時期でございます。表面で判断する場合には目がちょっとくぼんでいたり、疲れていたり、曇っていたり、白目が違ったりとかっていろいろと判定する方法あるんですけれども、毎朝鏡に向かって自分の目が生き生きとしてるかチェックしていただきたいところですが、他にも自律神経のトラブルだったり、気分が落ち込みやすくなってしまったり、鬱っぽくなってしまったり、不登校気味だったり、足がつるというのは危険サインとも言われている季節でございますね。秋と冬の季節、陰の時期だったものが立春を経て陽の季節になった、へそから上、頭痛、肩こり、目の疲れ、一気にトラブルが増える時期とも言われております。なのでそうならないようにデトックスして、気の入れ替えを私たちも土と同様行っていくというのがとても重要なんですが、五行木を司る酸を上手に取り入れてデトックスするっていう方法があります。なのでぜひとも皆様、この季節は酸味のあるものを取り入れて上手にデトックスして、悪いものを溜め込まないようにしていただければいいんじゃないかなと思います。さあ、4月は辰の月、反対側6番目に行くと犬、体中と言われているものになりますが、犬の頭文字を取った胃のつく食べ物を食べることで土用を撃退することができると言われております。ちなみに夏の土用は羊の月なので、逆側の牛のうを取って牛の日にうのつくものを食べるという意味なんですね。4月に犬の胃のつくものを食べるっていうのはあんまり聞いたことがないと思いますけれども、実はそういうからくりになっております。今回の犬の日、なんと土用期間中2日間ございます。4月16日火曜日、これ土用入りの日なんですよね。カノエの犬のお日にち、そして4月の28日日曜日が水の絵の犬のお日にちということで、ぜひとも犬の日に井戸つくもの、そしてそれが酸のものだとよりいいですよね。さあ皆さん、胃のつく食べ物で酸っぱいもの考えてみてください。後から酸味はかけてもいいじゃないですか。ちなみに私は毎年言ってますが、いなり寿司、これはいいですね。酢飯ですからね、まずね。ぜひとも皆さん、お酢とかレモンをかけてさらに美味しくなる胃のつく食べ物募集しておりますので、ぜひともコメント欄によろしくお願いいたします。
さあ、そして土曜期間中にですね、どうしても引っ越ししなきゃいけない、どうしてもこの日に何かしなきゃいけないっていう場合には、土の中から土個人様が天界に変えられてる間に設けられた間日というお日にちでございます。4月23の火曜日、24日の水曜日、そして27日の土曜日、3日間しか今回間日がないんですけれども、ぜひともこの間日のチェックもカレンダーにしておいてください。さあ、そして皆様に土曜の開運法ということで、今日は4つおすすめさせていただきたいと思います。まずですね、1つ目、ゼロ磁場と言われているところの石を砕いたエナジーパウダーというのがございます。土曜の前にエナジーパウダーを撒くっていうのがすごく重要なんですよね。で、私みたいにマンションに住んでたりすると、お家にある観葉植物の植木鉢のところに撒いて、お水をかけて土曜をしっかりと迎えるという形をやっております。今回ですね、なんと店頭でしか売ってなかった1キロのものも実は用意させていただきました。結構な分量で大きいんですけど、地鎮祭ですとか建てる前に土地の浄化に使わせていただいております。さあ、そして2つ目は春野菜、旬のものを取り入れて開運ということになりますね。春野菜といえば、山菜も含めていろんなものがあると思うんですけれども、こういった春のお野菜を取り入れることで季節打ち勝っていく力を養っていくという意味になりますので、ぜひとも意識して春野菜は取り入れていただきたいなと思っております。さあ、そして3つ目、炭水を飲んでデトックスということになります。炭をたくさん邪気を払うためにお家の中に置いていただきましょうというのはいつもお話ししておりますが、食べる炭、チャコールを飲むっていうのは海外でも流行ってるようなので、インスタとか TikTok とかを見てたらですね、炭のお水で炊いたご飯ちょっと乗ってたんですよ。私もお味噌汁とか炭を入れてみたり、おしゃれな方は天ぷらとかに添える炭塩っていう形でやっていたり、いろんな場所に使える食べる炭っていうのが本当に大好評なんですね。春の土曜期間は満月の時に、次の新月に向かって体の中に毒素を全部出し切ろうっていうね、形で意識していただければと思いますので、ぜひともね、トライしてやってみてください。さあ、そして4つ目、土曜中でも旅行は OK です。これは私の流派だと思って聞いてください。絶対動いちゃダメ、何にもしちゃいけないっていうのが土曜の期間なわけではないんですね。今回は辰年、辰月、方位の際はものすごく強力になっております。吉方位旅行に行かれる方は土曜中にも入ってきますんで、この期間不安なまま行かれるっていうことのないように安心していただければと思います。ぜひともこの4つの開運法にやっていただいて、上手に悪いものを出して土工事さんにパワーアップしていただいて、身の月5月の金運大強化月間迎えて運気を上げてっていただきたいなと思っております。さあ、春の土曜、怖いっていう意識よりも逆に悪いものを出して新しく生まれ変わるようないい変化の切り替えの時期という意味で捉えていただければと思っております。ということで、まだまだ4月はたくさん皆様にお届けする情報がございますので、楽しみにしていてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。